どうもですよね。今回はペロスペロ講座やっていきたいと思います。ということで、生徒の方に来ていただきました。どうぞ。どうも、田中です。山田さんに来ていただきました。はい。はい、こんにちは。今回はペロスペロ講座ということでいいですか？今回ペロスペロ講座をちょっとお願いしたいんですけど、はい、大丈夫でしょうか？お願いします。逆にお願いしますと。使ったことは？使ったことはまだ一回もないですね。さっきなんか当たって、最近ガチャ来てるじゃないですか。はいはいはい。で、引いたらなんか当たっちゃいました。ああ、じゃあ、もう初心者ってことでいいですか？初心者です。じゃあもう、早速やっていきましょう、リーグ。教えてください、お願いします。はい、はい、お願いします。ということで、まず、はい。これってまず肌溜めた方がいいですか？いや、溜めなくていいっすね、アタッカーなんで。あ、マジですか？じゃあ、外で待ってます。クソガキ。はい、行きます。はい、どういうキャラか知ってますか？どういうキャラ、これ黄色いキャラじゃないですか、はい、ペロスペロっていうのはなんか走ってきたんで、とりあえず雨打っといて外しちゃいました。なんか違いますね。なんかどっかにロジャー消えましたね。まずなんかロジャー消えました。あれ幽霊ですか？あれソルですね。あれソルですか、はい、あれ幽霊かと思った。なんかこれ寝っ転がってるんですけど、はい、あの暇なんですかね、これ。あ、でもこれやっちゃっていいっすよ。これ固めちゃってなんか雨になったんですけど、これってこういうことですか？そういうことです。これとりあえずなんか連打とかいっちゃって、はい、このキャラ結構なんかこいつなんか幽霊ですよね、多分。これ全部幽霊ですよね。これなんか鳥際とかになんか雨とか行ってます。鳥際？これ取ってもいいんですか？そういうことです。取っていいですか？はい、取っちゃってください。いやー、やっぱ怖い。え？なんか5度にしてるんで、これちょっとあの前線ちょっと上げていきます。前線、はい、もうペロスペロってキャラはあ、これチャージ構えてるんですけど、上手に入るんで、これ行っちゃって、で、これで、はい、ワン、ツー、クオシ、はい、で、これで上バトル守れるんじゃないかな、一応保険で OK、こういうことですか。教えることはありません。はい、まあ、さっきの踊りは、まあ、仲間が強かったのかな、多分、味方が多分強かったですね。はい、味方が強かったんで、まあ、今回、ちょっとしっかり教えていきたいと思います。はい、これ、まず何してるか分かんないで、とりあえずカバーします。カバーはい、キング属性不利なんで、これレイリー行っちゃった方がいいですよね、多分自分が。はいはい、これ一応状態上入ってるんで、これもう網尻行っちゃいますか。どうですか。はい。白毛来るまでとりあえずゲージ貯めますね。なんだって。で、キング多分行くんで、まあ、カバーしながら、とりあえず白毛が多分ゲージ貯まったら多分ここ貯めに来るんで、とりあえずスイッチしたいと思います。この場合って A 旗に行った方がいいんですか。この A 旗は別に A 旗は別に狙わなくていいんじゃないですか、別に特に。サガタ守ってれば、あ、まあ、こっちの敵とか行っちゃった方がいいんじゃないですかね、はい、結構守りに入った方がいいんですか、ね、そうですね。あー、これ回避悔しい。ちょっと待って、ちょっと反省日記書くわ。これ反省日記、あ、1で耐えちゃった。これでもこれ1で耐える特性があるんですよ。そうなんですか。はい、初めて知りました。これ一応状態以上入れたんで、はい、まあアシュラこれ待ってもいいから、でこれでクククいきますか。クククいっちゃって、うん、はい、KO ですね。はいはいはい。やったことってあります？まず初めて使いました今日。初めて使いました、はい、天才肌。うわ、待って、マップ見たらシアト取られてた。まあ間に合わないからとりあえず。とりあえずここで貯めとくか。うわ、敵2かってことで、相性はどんな感じなんですか？相性は悪いっすね。じゃあ行かない方がいいっすか？そうですね。じゃあそこいひ、あめ、どこいますか？はいはいはい。まあ、一応これカバー入れておきます、はい、2かは状態以上は入らないんですか？最初はね。うん、なんかたまに入るよ、でも、うん、たまに入るんだ。どうし、なんで入るかわかります？いやー、わかんないっす。はい、失格です。はい、終わりです。今日は教えてもらっていいですか、バンビーを。ちょっと先生、はいはいはい、こういうなんかあの、はい、暇の時って何したらいいとかってありますか、ね、暇な時は腕立てとかしてればいいんじゃないですかね。出てるんですか？どうやってるんですか。ポーズお願いします。はい、任せてください。エースヤマトですね。こいつ攻撃力高いんですよ。はいはいはい、はい、なんでちょっと気をつけてください。わかりました、わかりました。ちょっと雨固めるかどうかはどうなんですか、うん、固まりますね。固まるんで、ちょっと固めるメインで。あ、これ見抜いたんで、はい、固まりまして、はいはいはい、はいはい、でもそこわー、わー、状態異常祭り祭ってんね。祭ってんね。レイリーがなんか引っかかってるんで、もう高い火入れてました。はい、バレてる、はい、あれ消えた、何、はいはい、シャンクスの一つ来てるよ。もうこれ雨あるんで、まあ、大丈夫でしょう。でこれ、はい、こういうことですか。ここはちょっと、でこれとりあえずシャンクス来て逃げたいと回避がないですね。これ回避を早くする方法とかってあるんですか。回避を早くする方法はもうないです。ないです。じゃあ諦めます。はい、じゃあ諦めます。でカイドウで行っちゃっていいんじゃないですか。いいんですか。行っちゃいますね、はい、ちょっとじゃあなんかこういう時逆転、はい、もう 2-3 で負けてますよね。 2-3 で負けてるんですけど、まあこういう時の、はい、まあカイドウの使い方、旗を取ってください。旗を取ります。はい、はい、で2回は今前から来てるんで、はい、まあこれジャスト回避って技があるんですけど、ちょっと知らないかな。うわー、待って、これ無敵発生失敗した。まあでも3波とも持ってるんで、はい、まあ別に放置でも大丈夫なんですけど。素晴らしい。
うますぎて話にならない。あ、最後俺がこっち行った理由、うん、あ、ニカがこっち来て串欲しかったから別にその後守れるかなと思ってニカ来て欲しかったから。バウンティーはやったことは今日入れました今日入れました。はい、ということで、まあ、今回2勝ということでどうですか。うん、なんかこのゲームって楽しいんだなっていうのを気づかされましたね、はい、まあ、今回なんかやってみてコツとかあるんですか。コツ、ペロスペロの今日使ってみて、ちょっと若干的な問題で言ったら、なんだろう、はい、うん、なるべくなんか飴を入れたときやっぱ嬉しいんで、はい、なんか当たればいいんじゃないかなくらいで打っとけば、あとまあ状態以上入るキャラとまあそこを見極めして、あ、なるほど、打てばいいんじゃないですかね、知らんけどじゃあいつも練習してることとかってあるんですか。今日バウンティ入れたんでちょっと分かんないですね。え、先生ってバウンティ歴どんぐらいなんですか。え、やったことないです。怖いですアロジャいないな。アロジャいるけど。いや、ないよ。ミドロジャ。それはロジャーとは言わないよ。言うでしょ。言うでしょ。それはロジャーとは言わなくなったんだ、こんな世界では。ロジャーって言ったら、緑の方って言ったら、指差し笑われる世界線なんだよ、今は。にかなる。なんでニカを指さして笑ってはないけどちなみにニカ指さして笑ってはないよ、そこまではやってないから笑ってはいるけど